楠木勝則は、音声詩人、映像作家。志野ボクシングの日本朗読ボクシング協会代表。ロボット&人工知能アート研究所所長。1997年に自分の言葉を声にして伝え合う競技、志野ボクシングを始める。一般参加によるトーナメントの志野ボクシング大会は、これまでに43都道府県で行われ、2001年からは毎年全国大会も開催されている。中でも、志野ボクシングについては、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのマスメディアで紹介されている。また、コミュニケーション能力が高まるとされ、全国各地の小、中、高校の教育の場にも取り入れられている。1980年代に家庭用ビデオカメラを使った映像表現で注目を浴び、それ以降映像表現における様々な試みを重ねている。ジャパン87ビデオテレビフェスティバル、日本の全英展から筆からワープロへ、第2回福井国際ビデオビエンナーレに、作品提供、ワークショップ、ビデオトマソン、長編作品、夏の時間上映ほか。また、巨岩写真を使った独自の視点でのプラネタリウム上映用作品を制作や 3D 映像ワークショップを行っている。ウェアラブルカメラやドローンを使った独自のカメラ目線でケーブルテレビ局での番組を制作。1997年に始まった志野ボクシングが2017年で20周年を迎えるにあたり誰でもが参加できる声と言葉の場として一般オープンダイアローグを始める。また、現在ロボットと人工知能の応用による新たなアート表現を試みている。1954年8月15日生まれ、岡山県津山市出身。ドイツのハイデルベルク大学及びマインツ大学に留学して、ドイツ文学、哲学を専攻。特にベルトルト・ブレヒトを研究した。ドイツ留学後、詩人の谷川俊太郎の助手を務める。同時期に小劇団を結成。主催者であると同時に、雑記作家と演出を担当。演劇表現に、身の回りのものを題材に使ったブリコラージュの手法を演劇表現に取り入れたことで評価を得る。プロフィール。楠木勝則、ローチ K1MV 広報図、山、平成22年4月号からきらめく、津山人日本朗読ボクシング協会代表、楠木勝則さん津山市公式サイト。ありがとうございます。